タートルガット入りへの開戦は、アメリカ独立戦争開始から約1年後の1776年6月29日、現在のニュージャージー州、ワイルドウッドクレスト沖、メアミ近くで行われた開戦である。大陸海軍の初期にあたり、後にアメリカ海軍の父と称されるジョン・バリーにとって重要な勝利となった。独立戦争の中では、最初の試略戦の戦闘となった。 この戦闘により、ランバート・ウィックス艦長の弟リチャード・ウィックスが戦死し、ニュージャージーでは最初のアメリカ側犠牲者となった。ニュージャージーのケープ名軍付近で戦われた唯一の戦闘にもなった。イギリス海軍はアメリカ人がフィラデルフィア港を通じて軍需物資を受け取れないようにデラウェア湾を封鎖した。この艦隊には合わせて240門以上の大砲があった。 アメリカ側は船の水路に巨馬を置いて川を要塞化した。ロバート・モリスとペンシルベニア植民地安全委員会は火薬と武器を輸送するために1776年3月1日に心臓のブリック船、ブリガンティンとも呼ばれるナンシーとその船長ヒューモン・ゴメリーをチャーターした。3月14日、ジョン・バリーが大陸海軍所属の大砲14門搭載。 ブリガンティン・アセス、歴ントン艦長に任命された。6月初め、試略船のナンシーが、カリーブ海のセント・トーマス島とセント・クロイ島で物資を積んだ。その後、火薬386たる、ラム酒101たる、砂糖62たる、さらには兵器を積んで、フィラデルフィアに向かった。6月半ば、バリーはモリスから、ナンシーが航行中であり、 同船には11名の乗組員と6問の大砲しか積んでいないので保護が必要になるという警告を受け取った。バリーはすぐにランバート・ウィックス艦長の18問搭載、アセス・レピザル及びウィリアム・ハロック艦長の8問、搭載アセス・ワスプと合流し、名岬に向かった。イギリスの海上封鎖部隊はヘンリー・ベルー艦長の28問搭載 HMS、リバプールが率いており、 チャールズ・ハドソン艦長の32問搭載 HMS オールフェウスとアレクサンダー・グリーム艦長の16問搭載 HMS キング・フィッシャーが含まれていた。これと時を同じくして6月29日朝、100隻以上のイギリス艦隊の先駆けがニューヨーク港に入ろうとしていた。6月28日午後遅く、キング・フィッシャーの見張りが名岬先に向かうナンシーを指認して、 追跡を始め、オルフェウスがその後を追った。ナンシーと追いかけるイギリス艦船を、ミ見先のアメリカ側網張りが見つけた。レキシントンのバリー艦長は、ナンシーが助けを必要としていることを、信号機から読み取った。バリーは、レピザルとワスプに信号を伝え、それらの艦長と会って、対応を協議した。レキシントン、ワスプ、レピザルから朝廷が降ろされ、 これを、リチャード・ウィックス海軍隊員が率いて、ナンシー救援に出発した。6月29日早朝、ナンシーはイギリス艦に追われ、デラウェア湾は封鎖されていたので、深い霧の中を近くのタートルガットイリへに向かった。まもなく、ナンシーはタートルガットイリへで座礁し、一方大型のイギリス艦は、水深の深いところで止まることになった。イギリス艦は、 射程外から接近していき、南シーへの砲撃を始めた。アメリカ兵は特に火薬村など積み荷を下ろそうとし始めた。バリーは乗組員を二つの部隊に編成した。一体はイギリス艦から乗り移られないように砲撃を開始一体は積み荷を朝廷に移し替えて岸まで漕いでいき、これに地元民が協力して積み荷を陸上げし、砂丘の陰に隠した。 朝遅い時間までに265ないし286たるの火薬が運ばれたが、イギリス艦からの砲撃でナンシーは大破していた。バリーは主犯に50ポンドの火薬を包ませて長い銅火線を作り、戦争に残っていた100たる近い火薬から甲板に引かせ、潜伏を越えておかせた。乗組員が船を離れた時に銅火線に火がつけられ、一方最後の一人がマストに登って、 アメリカ国旗を外した。イギリス軍は旗を下ろすことが幸福の印だと考え、すぐに南進に乗り移った。この時までに同化線の火が船倉に達していた。火薬が大音響とともに爆発し、数マイル離れたところでも感じ取られた。この爆発で多くのイギリス兵を殺した。グリーム艦長はキングフィッシャーから朝廷に移っていた。 副船長と他に6名が失われたと報告した。この戦闘の終わり近くに、レピザル艦長、ランバート・ウィックスの弟、リチャード・ウィックス大尉がイギリス軍の砲撃で戦死した。この海戦はイギリスに対してアメリカ軍に資源があることを見せつけた。その結果、イギリス海軍はフィラデルフィアの海上封鎖を名岬から遠いところまで移した。 罪にの火薬の多くを救済し、イギリス艦二隻を追い払ったジョン・バリーの英雄的行為がすぐに知られるところとなり、その戦歴の重要な一歩を踏み出したことになった。この戦闘後、レピザルのランバート・ウィックス艦長は西インド諸島での任務を続けた。リチャード・ウィックス隊はコールドスプリング長老派教会教会墓地に埋葬されている。この墓地の一部である ベテランズフィールド・オブ・オナーは、ウィックスの記念に捧げられている。ワイルドウッドクレストの町章と、ワイルドウッドクレスト歴史協会の会章には、この戦闘を記念して、ブリガンティン・ナンシーの図柄が描かれている。1922年、ケープ名軍は、タートルガットイリエを埋め立てた。その場所には、小さな公園が作られ記憶されている。ありがとうございます。